次は横浜、今季初対決カードになりますね。これもまだ順位の変動しそうな可能性があります。今横浜が2位で、巨人が1位で1ゲーム差なので、負けた場合順位が入れ替わる、並ばれるんか、そういう可能性もあるので、これもまた山田哲人の打席に注目して、昨シーズン順位を競い合った横浜との戦い、また山田絶不調や、なんでおかしない、開幕から打ててないから。確か14打席で2安打しか打ててなくて、打率1割4分3厘というのは通常の山田哲人らしくはないけども、にしたってちょっと状態悪すぎて、それがあるからなお打てなくなってさ、なんか求めてる山田じゃないけどね。今日のオーダーはこんな感じで行きましょう。とにかくこの試合も勝って開幕4連勝で、でその後オートで進行するんじゃないかな。まあそれもやっぱ他のチームとのゲーム差次第なんでね。今のところ巨人が3連勝で、それ以外のチームは2勝1敗で下にいる横浜と広島がね、そことの差を広げたらオート進行になるんでね。これ直接対決で横浜が勝つことはものすごくこのペナントレースで重要なこと。どうせ競い合いになるから、横浜もね戦力補強してるんですよ。このチームにはロッテの増田が加わって、あとヤクルトの中村も FA 移籍してるんで、チーム力としてはどうだろうな。出ていった選手もおるけども、梶谷とあとあれが出ていったんだよな、伊藤光が。でもトントンじゃないかな、今のオーダーこんな感じでまあ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 、あんまり変化はないかな。中村が加わってますね、 FA の。まあザ横浜、あーで外ホームラン、嘘、わお。まあでもまたこれさ、序盤2点取られたけど、その後取り返したらいいだけの話なんで、シンプルですよ。昨シーズンは1勝7敗の今日、東が先発。だいぶ苦しんだらしいね、新人王らしくね。その苦しんでいる東を山田哲人で、共に絶不調というね。開幕4戦目の3月に見せる表情じゃねえだろ、互いに。何をそんなもう嫌な。すべて投げ出して逃げ出して旅に出たいって顔してますけど、おたくら。うとうで、ちゃんと投げよう、互いに。やっぱ状態が悪いんで、基本球威は甘いかな。甘い。ただ、これ取れる範囲っしょ。ほら、もう状態が良かったら絶対これとか、フェンチョクはいってると思う。いや、そこがちょっと悔しいよな。状態さえ良ければ、もう初ホームランなんで出てるんだけど。まあ、そこは言い訳にせずね。また次の打席に備えておこう。でチームはいきなりもう1点取り返して2点、あーい、逆転、金子雄二にまでホームラン生まれちゃったよお前まで打ち始めたらほんと隙ないぞ。唯一のこのオーダーの中の隙がレフトのポジションで、さっきも言ったけどね、その固定できる選手がいないから、パーラとかね、スケット枠の問題がなければ上げて使ってもいいんだけど、パーラ加盟でレフトのライトを固めるっていうのね。まあ、でもそれが今できない状況なんで、レフトはもうその日その場で併用していってるが、ただそこの金子まで打ち始めたらもう、隙という隙、穴という穴がなくなるからな。マジで他球団からしたら、セリーグから出ていってほしいと思うようなチーム状況になってるね、今。これで山田哲人まで打ち始めたら本当の意味で隙がない。今ちょっとまだそこが好きでね、俺一番起動したらもっとすごいことになるよ。ほら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 、はああ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 あ、もう遠慮知らずか。取れば越中ものやけど、野球というスポーツはもう遠慮知らずにも程があるね。まあでもこっちの投手も取られてるんでね、まだ勝ちが決まってないよ。今季の初対決、今のところは勝ってるけど、山田はあれ状態が悪いので、ホームラン出ないのであればヒットくらい打たんとね。あとフォアボールとか、出塁率が高い選手ですし、本来の山田はね、この山田何もかもが低いし顔色悪いけど、なしいい感じで捉えられてるんですよね。もう一回だけ、もう一回だけ、もうこの先言わないから、もう一回だけ言わして、状態が悪ければ今のだってヒットなんだよな、その前だってホームランなんだよな。でも状態が悪いから、あれ4点目まで取られて、おい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 、同点は勘弁しろよこの野郎。いや投手ちょっとあかんね、打線は良すぎるけど投手悪い、噛み合ってないんだよな、絶望的に。うわうわ、また取られとるやんけ、もう何してんねん、何してんねん、何してんねん、はい、の初対決、序盤に点は取られました、でもその後同点に追いつきました、逆転しましたの流れから、お前何をしてくれとんねんっていうね。また田口だよ、本当にこいつはもう、本当こいつって呼ばして、マジでなんでチームが勢いに乗って開幕4連勝決めようと思ってる流れでここまで打たれるかな、腹立つわ、腹立たしたいんかな。
ちゃんとやるよマジで。まあ負けたわけじゃないですけどね、また坂本ホームランからな、これどやねんどやねん、やんなよまずこれ以上。やらない上にちょっと山田哲人美味しいチャンスで回してきてくれたらなんかやるから、こっちが。あ、でもないね、2点差で9回か。でもちろん鈴木博士は与えず OK で山田哲人から始まるところ、ここで出塁してこの後の坂本今日打ってるんでね、チャンスで回せば美味しいことになるぞ。さあ安明が出てきた。いやもう全然普通に活躍してる選手ですよ。打ちづらくはない。いやでも結構打ってるな振り返ってみたら。安明までも調子絶不調かい、なんやねんこれ。3月から顔色おかしすぎ。日本で一番過ごしやすい気候というか季節なんだけどね。のにもかかわらずなんでこんなプロ野球選手はみんな弱っとんの。花粉症に悩まされてるってことかな、の可能性あり。一球も入らねえわこんな。はい、こういうことになりました。これ盗塁は仕掛けません、うん、もう後ろの山田じゃない、坂本そして丸岡本あの辺を信頼して、山田哲人は塁上にいるだけ。ちょっと引いておこうかな、アウトにならないために。まあまあ、もうこうしておくと自動で戻ってくれるんでね、無駄な牽制死っていうのも避けられるだろうし、あとは無駄な走塁死をなくしていくこと、プレイヤーの俺がね。いや勝ちたいわやっぱ。いきなり今季の初対決横浜も負けたくないんだよね。そうなったらまた横浜との競い合いになってさ、ペナントレースの進みっていうのも遅くなるだろうし、これは落ちないな。坂本のバットに期待していたが、まあ大丈夫。この後の丸がいて、丸もホームラン打っとんのか。やべえな、今シーズン17-13ホーマー8打点5割8分8厘。スーパー兄貴状態に入ってない？スーパー丸丸モードだよね、これ。丸一つじゃすまんな。20丸 ?30 丸？いや、50丸。いや、花丸。じゃあ頼むわ、丸。一撃で同点。また矢先の状態の悪さとか考えたら、あるだろうしね、それが。こっちなんて無視していいんだよ安明さん、目の前の対象物見ないとね、花丸な選手を。ああ、もうこっちが気になってしゃあないんやね。やらねえっつってんの。おっ、いた。ああ、ダメだ。ああ、トゥアドン負けたらいいよ。今季の初黒星をここで喫したくはない。岡本も今日まあフォアボールヒットと打ってるんでね、頼む。2アウトからの同期転撃見せてくれ。それができるチームに俺はオフにしたつもりだ。おわあ、落ちるか落ちるか、落ちた落ちた落ちた。ストップストップストップ、イエス、チャンス拡大。こうなったら一撃で逆転、さようなら。おい、2夜連続ロペスの一撃であるかこれ、どうなるそれ。もう見守るだけやね。おお、惜しい。あー、まあ、ね、まあ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 、いいでしょういいでしょう。おわわわわ、ダメだ、さすがに2夜連続とはならなかったな。いい打球ではあるけども残念。これが2021年この物語初の巨人黒星。いや、もう勝ってたゲームなんだけど、6回のお前5失点が余計すぎるやろ。あそこ田口よね、9失点の大炎上。いやいや、こんな炎上かまして次の機会与えたくないから、一回2軍に落ちろやお前。反省しろこの野郎、許せねえ。今日の勝ちゲームをぶっ壊したのはお前だよ。てかお前9失点する前に帰ろうよオートでっていうね話。その辺は全部オートなんすよ、フィールドプレイ設定なんで。そこで動いてくれないとどうしようもないの、動かないんだからね。代わりに高橋優希先発起用で上げてみましょう。起用法に関しては調子次第にしておこうかな。それ以外の投手の変更はないですよ別にね。中継ぎは打たれてるわけでもない、田口がただ打たれて田口のせいで負けたんでね。その打たれた田口はもう1ヶ月2ヶ月は見切るわ、しばらく出番は与えない。今の敗北によってこれ今3チームが並んでる状況、記録上は横浜と広島が1位で並んでるね。かあ、もうええわ。次のゲームに関しても山田哲人に注目するが、山田また状態悪いやんけ。もうマルケスも状態悪いやんけ。もうなんやねんお前ら、いい加減良くなれや。打たないと良くならねえのかその辺ね。じゃあ打ったろな、この山田でね、打った上で勝ったろやよお前。とりあえず横浜戦の初勝利を次の2戦目で上げていかないとね。これまた次負けたらお前
やばいことになるよ。ただでさえお前1位だったのがね、今下に落とされて2位という記録になっている。もちろん開幕からね、今4試合しか経過してないから、その順位でねわちゃわちゃ言う時期でもないのは分かってるんだけど、ただ俺はもう早い時期に抜き出てさ、もうそのまんまオートでさ一気に進行してペナントレースを終わらして CS 日本シリーズという段階に進みたいのよ。ただこうやってもつれてると日程ダイジェスト設定で動かないわけなんでね、オートで。そうなるとまたプレイするゲームが増えてさ、それでいて負けゲームも増えたら優勝おろか3位に入ることすらなくてさ、いやもう思い浮かぶことは全部マイナスっていうね。とにかく勝てばいいんだよ、勝てばそんなマイナス的な思考も消えるし、もちろんマイナス的な結果も消える。とにかく今日で横浜戦初勝利を挙げるぞ。山田の打球は弱々しい。もうこれもこれも、あもう言わない、1回だけって決めたんでね、もう言わないわ状態云々の話は。この後この後、はい、岡本ホームラン。もう誰かしら1イニング目にホームラン打つね。まあそれは相手もそうなんやけどね。あ、まあこの試合に関しては打たれることはなかったが、なんか序盤に動きすぎ。2021年のセリーグちょっと怖えわ1回からもう2点以上入ってる印象というか、実際そうだしね。どっちかに、そんな野球というスポーツ序盤立ち上がり動くことってあんまりない印象やけどね、俺からしたら。この2チームの場合はあるんやね。おい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 、あぶねえ、お前しっかりしてくれよお前。田口がダメで状態いいから高橋優希を上げたのにもかかわらず、お前高橋優希まで打たれたらもうどうせ言うねん。信頼できるものがことごとく減っていってるからね。4試合目、これ5試合目にしてね。やだねやだね、不安だけをいっぱいおっぱいにさせないで。あいもうあかん、なんでだろう、あばん。はい、伊藤のホームラン。伊藤光じゃないよね、誰伊藤って。さっきも言ったが、伊藤光はもうソフトバンクの FA 移籍したからね。一塁手の伊藤、あ、雪やか。そうだ、こっちの伊藤もいるわけなんで、その伊藤が一塁を守ってる。この後はロペス残しておいた方が良かったように俺は思えるけどもね、ここまで打ってるんで。まあまあまあ、でもその伊藤が打ったのであれば、ロペス放出のいいことなのもわかんないけどね、それはね。いやでもそんでしょう、日本人枠で使えるロペスを差し出したっていうか、契約切れして1番出してしまったことはあかんと思うけどね。その後丸のホームランで勝ち越し。山田哲人の打席のみに集中したいのね俺は。それ以外の部分が気になってしゃあないわ、さっきからずっと。そこの部分になんか惑わされてるから、山田の打席でクソみたいな結果しか出せねえんじゃねえかな。ほんといい加減に早く出したいよホームランも。打率もついにはお前1割になってんじゃねえかよ。20の2ってことか20打数2安打。そうか、もう開幕5試合目だからそこくらいの打席立っとんのか。1番バッターとして全く機能してない絶不調山田哲人って感じ。はい、もうこれも弱々しい、もう全てが弱々しいわ。早期は揃えてるがアウトじゃ意味ねえだろお前。エラー出塁したところでって感じもするしね。やっぱちゃんと打って出てえよ、ちゃんと打って出れねえ。岡本ホームランナイス。もう今日は勝てるっしょ、高速で見ていくわ。これはもうこの点差のまんま行くと思うんでね、行ってもらわないと困る。山田哲人で打って終わる。山田哲人タンタンタタタン、山田哲人うねその歓声に応えるバッティングは未だできないとこれ何気に連続無安打今やってないっすか、10打席近くね。結構やってる印象つけな。はい、今日は6対2で勝ちました。今の勝利によって再び巨人が1位に返り咲いたが、広島と並んでる状況。何なんか広島良さそうやね。まだ対決の機会までは先があるけども、なんか強いらしいね。黄金時代復活って感じ。あまり戦力補強してた印象ないけどね。まあ、とりあえずいや、この動画でプレイするのは最後この横浜戦ですね。それ以降に関してはまた次回再開してプレイしていくってことになるので、最後の試合は戸郷。ローテ5番手は戸郷を設定しているので、戸郷に行ってもらって、相手は平。若手投手同士の対決で、やっぱり山田哲人は状態が悪い。もうええや、そこは。もう悪いのが山田哲人って感じになっとる。何巨人気に食わんのか、それとも何この上昇チームの空気に飲まれてプレッシャー感じてるっていうパターン。正直ここまでいたヤクルトっていうのは結構ぬくぬくと温かい球団っていう印象があるのでね、ファンも首脳陣も。優しい球団なんで、巨人とはまあプレッシャーの感じ方とか全然違かったと思う。別に打たなくてもええかみたいなね、そういう空気があったと思うんだけど、巨人はそうじゃないからね。打ってもなお文句言われるチームなんで、
そこのプレッシャーにちょっと負けてる山田哲人なのかもしれないね。ここまでの状態の悪さが続くところを見ると。大丈夫かよこれ。とりあえず、この動画で最後の試合なんで打ちたいよ。打ちたいんだけど打たしてくれるような球一球も投げてこないな。山田哲人だけは封じ込めてやるっていうなんか強い意志を感じるね。打たれてたまるか。それ以外にボロクソ打たれとるけど、せめて選ぶとかしていかないとな。それすらできてないから。ああーでもこれもまた、いや打球はやっぱ捉えてるんだよな。ポイントで個人的になんか合いやすいよこの選手。だから能力が高いっていうことももちろんあるんだろうけど。はまたまたこれ何これ。生え抜きの投手どもがことごとく打たれる件について、いやいや田口はじめ東郷何してるんすかお前。昨年数字残しとったやつがことごとくあかんやんけ。山田これやし、いや打たれすぎやわ。6失点わー。このカードのトータル失点数20以上あんじゃねえか。毎日は33得点くらい取られてそうやけどね。こっち4得点ってわけではないが、いやひどい。これをひっくり返してたらすごいと思うけど、さすがこれをひっくり返せるほどではないよ。さすがにね、これひっくり返したら怖いわ逆に。だからもう今日に関しては負けやね。あー今季初の横浜戦は負け越しスタートか。最悪やね。思い描いていた展開と違いすぎる。このチームだけにはぶっちゃけ勝たんとあかんないけどね。あんな中日に勝つことよりか、このチームに勝たないと本当苦労することになるんで。なんで横浜がライバルになっとんねん。それはそれでいいけど。あもう無理、俺もう無理、できない、出せない。んひたすらに凡退続く。あーでそれでいて7失点、守る意思ゼロ、守る気なし。なんかどうせ打線が取り返してくれるやろみたいな甘いすらも投手から感じるね。まあ確かにここまで得点取ってくれてるから、そういう気持ちが生まれてくる理由もなんとなくわかるけどさ、そこに甘えて7失点したらどうしようもねえだろ。バカか踊れ、8失点してんじゃねえかよ。甘えすぎだよお前よ、赤ちゃんか踊れ。で待てよ、ここ第4打席目ノーアウトランナー2塁で山田哲人の打席でエスコバーをぶつけてくるというね。でも山田左の方が得意なんですよね、能力的には。まあでも今日の状態の悪さ考えたら本来の対左 B な能力ではないし、パワーも落ちてるし飛ばねえし、どうしろと。それでいてちゃんと当てれねえし、あー打ち損じでファールだし危ねえ。もっとストレートオンリーで来いや、エスコバーらしくね。ここで来やがった。そんなもう打てるわけないだろう。また帰ってきとるやん。なんかお手手がなんかお姫様みたいな感じ、女の子っぽいお手手してるんだよね。なんか仕草というか形が、やめてその手、めめしいから。打てないからいろんなところに注文つけたくなるね。これがジャイアンツですよ。強いチーム、上昇チームというのは打てないものに厳しく、たとえ打ってるやつにも厳しいチームなんです。チームが勝たないで評価はできない。個人でどれだけ頑張ろうが、個人で頑張れてない上にチーム負けとんのやから、なおかつその山田に火を浴びせることになるよね。火炙りの刑だよ本当に。これが上昇チームなんで覚えておいてね。ヤクルトとは違う温度も気温も全てがな。今季ワーストとなる大敗ですよ。1点も取れなかった。まず完封で抑えられたのが今季初、6試合目にしてね。それでいて8失点も許す。どうしようもないゲームでもうやられたね。横浜そんなに強くないかな今季はと思ったんだけどね。やっぱ何でも言うか、梶谷とか伊藤光とか抜けてるんで、そこまででもないかなと思ったら、ね、いやいやめちゃくちゃ強いわ。それでいてこれロッテの増田、絶対的なクローザーが追加されてるんでね、まあ、今の守護神は安明使われてますけど、増田はセットアッパーとかそういう役割で出てくるのかな。あそういうこと考えたらなおかつ打ちづらいチームにもなったし、それでいてなんか守れなくもなってるし、うちの投手陣が崩壊してること、横浜の攻撃力がありまくること、どっちなのか正解はわからん。もしかしたらどっちともなのかもしれない。散々な1試合を終えてこの動画も終えるということになるね。こんな終わり方じゃ次回以降息苦しいし、なんで亀いきなり怪我してんのよ。全治1週間早え。おっさん離脱早え。ここ最近の亀は頑丈だったろうが、近年はよ。なんか元通りってなった。それでいても能力的にそこまで魅力あるプレイヤーじゃないんだから、マジで首が近いよ。あーどうしようかな。これ亀もう10日間使えないんで、代わりにあげる選手ね。外野手はこんな感じで、助っ人選手はやっぱ枠の問題で上げれない。
昨日で、いやでも上げなきゃあかんやろこれ。じゃないとさ、他の外野手ほとんどさ能力の低い選手になるよ。やっぱパーラは上げて使いたいから、これリリーフとか投手の助っ人選手一人落とすわ。メルセデスどうしようかな。初登板あんま結果良くなかったから一回落として、次また機会与えようと思うけど。で代わりにね、投手に関しては誰あげようかな。右左どっちでもいいかな。なんかあんまり任したいやつ下にいないんだけど、いなさすぎるんですけど。あ、でも塩見とかどうだろうな。この選手もね、自由契約になっていたところいたので、だから塩見を上げて、これ先発投手5人中3人が全部サウスポーっていうねちょっとはちゃめちゃなことになってるんですけど、この塩見に関しては、まあこれも調子次第にしておいて起用していく。まあダメならまた落とすことになるけどね。ほんでこれで一つ枠が空いたから、パーラを上げて、代わりに仮名を、まあ、治るまで落としておいて、パーラに関してはライトで起用していく。レフトに関してはまたその日その場で変えていく。今のところ金子裕二が、あ、そんな打ってるってわけでもないけど、まあまあとりあえず裕二でいいでしょうね。状態に合わせてその日その場使っていくというやり方で、もうやっていくしかないので、なんか本当に散々な感じになっちゃったね。結局、この動画終わりの順位表を振り返っていくと、巨人は結局3位で終わっちゃいましたね。で1位は広島で5勝1敗と、なんか不自然と勝っとんな。何の補強もしてなくて野村も出ていったチームなんですけどね。なんで強いのか、たまたまなのか、それとも何かきっかけをつかんだ選手がいて、その選手たちによって再び黄金時代が作られたのか、門が開いたのか、何かは分からんが、とにかく今広島が強くて、そして巨人が3位にいる。まだ順位が変動しそうなゲームというのが続くので、しばらくはやっぱ指導で今回のようにピーマンが操作することになるね。あとこの動画で注目した山田哲人の打率は0割7分7厘6試合に出場して26打数の2安打単打1本2塁打1本と、確かにこの動画初安打を打つことを目的にしてた。それを達成することはできたが、初ホームラン生まれてねえし、それ以降まともに打ててないから数字ボロボロで、単年5億で2年総額10億の選手が残していい数字じゃないね。まあでもね、山田が打たずともそれ以外が打ちまくって、ほら丸の OPS なんて16割もあるからね。出塁率5割超えが2人もいるんだから、まあこういうこともあるから、得点自体は取れてるから、この山田の状態が上がってきたらもっと取れるようになるし、チームも安定するようになるから、まあとりあえずこの動画でもうこれ以降に関しては山田には注目せず、やっぱオートでもう打ってもらいましょう。俺がなんか関わるとろくなことがないから。次回は4月2日のヤクルト1戦目から物語を再開して、またこれ以降の戦いをそれぞれ状況に合わせていろんな形でプレイしていきたいと思います。この動画最後までご視聴いただきありがとうございました。グググググッバイ、またも。